イルです。ゲートが開いてスタートが切られました。綺麗に揃ったスタート。15番デアリングハートが好スタートを見せました。さあ向こう上面先行争いですが、やはり白い帽子マイネサマンサが上がっていきました。マイネサマンサが上がっていく。そして外を通りましてロフティーエーム安藤克実、これを見るようにデアリングハート少し控え気味か。そしてコスモマーベラス4連勝中、アグネス・ラズベリーが現在5番手に控えるという形になりました。さあそれから内を通ってダンス・イン・ザ・ブード、中段やや前の位置取りです。黄金サンデー背足にかけますが、それから黒い帽子ジェダイトが続いている。そしてラインクラフト、ここにいた。ちょうど馬場の真ん中ラインクラフト、その外側にディアデラノビアです。さらにはスナークスズラン、そして黄色い帽子はレクレドール。外を通ってピンクの帽子外を行っている武豊、エアメサイヤじわじわと上がってきました。さらにはヤマニンシュクルがいます。それからチアフンスマイル、足毛の馬体はヤマニンアラバスタ、そしてピンクの帽子もう1頭外から東サンダース、わずかに最後方12番湘南パントルちょっとかかり気味か、こういった体勢。さあ早くも馬群は4コーナーのカーブを迎えているところ。先頭はマイネサマンサ、森下博士。さあ黄金サンデーがまず上がってきた。さらにはロフティーエーム、そしてコスモマーベラス、そしてダンス・イン・ザ・ムードは内に出る。ダンス・イン・ザ・ムードが内に出てきた。ダンス・イン・ザ・ムードを内にできるロフト A。 さらにはデアリングハートも来ている黄金サンデー、そしてラインクラフト、の赤い帽子も上がってきた。さあこの辺り先頭はコスモマーベラスに変わっている。コスモマーベラス上り200の正直を通過。ダンスインザムードだ。これ先頭、外からエアメサイヤ、先頭はダンスインザムード、外からエアメサイヤ。ダンスかエアか、ダンスインザムード。4コーナー入り口で内に出たダンスインザムード。